皆さんこんにちは、イーストゴルフスクールの中村香織です。今日は夏のラフの打ち方対策法を紹介しようと思います。それではスタート。今日は夏のラフの打ち方とか対策法っていうのを紹介したいと思います。テッシーはラフは得意ですか？ラフ得意な方って言うんですか？私得意ですよ。あ、本当ですか？はい、これはもうね、多分力ある人の方が苦手だと思います。私力ないんで、まあ、夏のそのラフっていうのはまず力を入れて打っちゃダメです。同じリズムで打つイメージで、こう上げて下ろしてくる時でもまず打ち急ぐとか打ちに行くっていうのをしない方がいい。リズムの取り方っていうのはもう均等にちょっとゆっくり振るイメージが一番いいと思います。で、その中で打っていく時のイメージっていうのが、まあ、これ2つ目なんですけれども、ボールの周辺の芝をまとめて刈り取るイメージ。ボールがこうあったら、この辺の芝、この辺の芝を全部ザザザザザザと持っていくようなイメージ。だからこれを全部を持っていくので、瞬間的に力を入れたりすると、もう芝に負けちゃうんで、とにかくリズムはゆったり大きくみたいな感じで、この辺の芝をザザザザザって。で、これが次大事なポイントなんですけれども、長いラフの時ほどちょっとフェースを開ける。必ずネックの部分っていうのがシャフトがこう草に絡まるんで左向くんですよね。ここが芝に絡まってこういう風に、わかるかな、こういう風に引っかかっちゃうんで最初から開けておく。そうするとインパクトの時にまっすぐにちょっとこう当たりやすくなる。最初まっすぐしておくとザッこういうふうにこうちょっと閉じちゃって当たってボール上がんないんで、まあ、ちょっと開けて構えるのがちょうどいいかなと思います。じゃあ中村プロ、いつもの構えはどのように構えた、はい、いつもこれぐらいなんですが、ラフの時はこれぐらいかな。結構深いラフだったらこれぐらいやります。そのままそのフェースの向きで当てるイメージですか？実際はちょっとこう引っかかってこういう風になってくるんですが、あんまりこれを戻そうとはしないですね、もうこれぐらいで下ろしてくる感じです。でネックに引っかかってこう戻ってくる、ザザザザザザ。でもっと引っかかって多分こういう風にフェースは行くんだろうけど、実際当たる瞬間としたらこれかな。4つ目はランが多めに出ます。だから手前から攻める、これ大事です。絶対キャリーで攻めないで、手前からゴロ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 ってラン多めに出るっていうのが普通だと思っていただいて大丈夫です。テッシーは？僕はやっぱり、まあ、まさに今中村プロがおっしゃっていたフェースを開くとか、うん、この結構ラフだと打ち込むっていう人がいたりするんですけど、こうね、こういうイメージね、はい、これ絶対ダメです。そういうイメージやっぱりなくて、まさに言ってた結構ラフの周辺も草ごと、ね、ダーッと刈り取るっていう、はい、感覚で、やっぱりスピン量が少なくなって僕だとやっぱフライヤーがすごい出るのか出ないのかっていうところで、あ、飛ぶ人は結構悩んだりして。でも夏のラフだとどう？距離落ちる方が多くない？全然飛んじゃいます。あ、やっぱパワーが強いからか。そっか、私なんかはもうなんか結構一般の男性ぐらいだと多分私の感じだと思うんで、基本的には多分キャリーが出ない方が多いかな、うん、で変に打ち込まずに意外とその周辺をザザザザザッと打っていけば、うんうんうん、まあ、結構普通に出ますよね、うん、結構こうヘッドスピード速い人で
なんかめちゃくちゃ飛んじゃったみたいなことって多分あると思うんですけども、それはご自身の飛距離じゃないですからね、フライヤーなんで。それはもう特殊というか、もう特別飛んじゃってるだけなんで、それを信用はしちゃダメですよ。はい、それでは今回の、夏のラフの対策法いかがだったでしょうか。いいなと思ってくださったら、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で、さよなら。